こんにちは。いらっしゃいませ。うわー、おしゃれですね。もうキラ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 していて、心ときめくようなワクワクする空間ですね。ありがとうございます。当店は3月1日にオープンしたハンドメイド雑貨を取り扱う雑貨屋さんになります。宝石のように輝くアクセサリーに思わず心を奪われます。郡山市福山町に先月オープンしたハンドメイドショップクロレ。ハンドメイドの良さっていうのをたくさんの方に知ってもらいたいのがきっかけです。韓国カフェをイメージした店内になっていて、白やウッドカラーを基調とした温かみのある店内になっています。この空間に来たいみたいな方もいらっしゃるんじゃないですかね、はい、結構皆さんパシャパシャといっぱい写真撮ってくださいます。 SNS 映えするような可愛い店内に乙女心をくすぐられます。全国およそ40人のアクセサリー作家が手作りしたイヤリングとピアスを中心に、髪に巻きつけるフラワーリボンや、インテリアとして使える韓国キャンドルなど、およそ1200種類を取り揃えています。ドライフラワーとか金箔が入ったとっても可愛らしいイヤリングですね。レジンを使ったアクセサリーになってて、ドライフラワーだったり、この方だとくすみカラーをメインとしたアクセサリーになってます。気分が華やぐ花モチーフのレジンアクセサリー。こちらはお花などをレジンという樹脂からできた液体に閉じ込めて、ぷっくり立体的に仕上げています。こちらはビーズ刺繍のアイテムになってて、ビーズを布だったりフェイクレザーなどに縫い付けたアイテムになってます。刺繍とビーズで大人の女性にぴったり。職人による手作りで一つ一つが違う表情を見せてくれるのがハンドメイドの魅力です。ちょっと見てください。ティーパックの形をしていますよ。こちら本物のドライフラワーをティーパックのように閉じ込めたアクセサリーになっています。かわいい。小ぶりでナチュラルな可愛さが魅力。こちらは郡山市で活動する田崎杏里さんが作ったアクセサリーで、季節のお花、今はミモザを使っています。一気におしゃれ度がぐっと上がりそうですよね。なかなか見たことのないデザインなので、周りと被らず。クロレという店名はフランス語で彩るという意味になっていて、たくさんのお客様の生活を彩れるようなお店作りを頑張っていきたいと思います。